演舞開演。どうも、本日もこちらの味噌汁袋の中から油揚げ味噌汁を飲んでみたいと思います。味噌汁に油揚げは普通だと思いますけどね。でもまあこの中に入れてくれるということは、入れ忘れることはないという点ではいいのかもしれませんね。では今回もお湯は用意してあります。混ぜます。先日の赤だしよりはちょっと薄めで、こちらの方が馴染みのある味噌っていう感じもしますね。では飲んでみます。基本だけにごまかしのない味ですね。味噌汁そのものはあっさりしていて飲みやすかったのですが、表題になっている油揚げはどこに行ってしまったのでしょうかといった感じでぐらい存在感を感じられなかったのが残念でした。表題に書いてあるんですから、もう少し前に出てきてほしかったですね。なのでこの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。